はい、おはようございます。アローズスクリーンのシーサです。今日は熊本県フェスタウト店さんに来ました。火の国熊本ですよ。いやー、まさかの雪です。今日はそれではシーサの街道日記火の国熊本編、まもなくスタートです。よろしくお願いします。今日はあの北斗の拳、聖教室救世主伝説行きますのでよろしくお願いします。それでは早速北斗の拳打っていきたいと思います。よっしゃ、行くぞー。サウザンステージか。まだ手がかじかんでます。手がかじかんでますのでちょっと引きは心配ですけど、まあ、結構北斗に関しては朝一の挙動、設定変更の時とかやっぱ状態の振り分けがありますので、まあ、ステージ的にはサウザーステージですけれども、まあ、これが内部的に通常以上であれば全然チャンスですので、チャンス面に関してはもう4分の1でモードアップしますけども、全長への移行率は低いですので、まあ、あんまり期待できないかなという感じですね。ちょっとあちりひてえな。状態的にはキングの巨像長津の男が潜入しています。放っておけ。強水化ですね。まあ、強水化 AB どっちかわからないですけど、多分さっきの打撃ステージは良かったんですけど、もう演出的には天国濃厚っていう感じはなかったので、おそらくもう通常以下に落ちてると思います。ただまあここでの強水化なので、これでモードアップもしくはボーナスにつながってればいいかなと思います。これ大事です。来たこれ。うわ、よかった。今44ゲームですね。で、まあ、都市50枚ですね。で、激ドラム、まあ青浦ですけど、もうここからは引きなのでやります。いきます。ってことはさっきの強水化ですよね。いきます。パンチで負けてたら話にならないからですね。
その程度。ですからね、まあ、50枚で526枚十分じゃないですか。アオーラで5連続
今ランプが赤だったので、まあ、天国モードでの強ベル激アツです。で強ベルはもうモードアップ確定なので、天国モードでの強ベルイコールモードアップは全長への移行ということになりますので、今から34ゲーム以内に激闘ランプとはボーナスということになります。だけなんですよね。でも十分動機になるでしょ、打ちたいだけで。初当たりまで行きますか、モンキーターン。北斗で旋回転ハマるぐらいだったらモンキー。とにかくモンキーは相性がいい。そして ART に入ってしまえば、まあ、もし高設定じゃなかったとしても、もう本当これは ART 中は引きの勝負になってきますので、まあ、久しぶりにモンキーで見せたいと思います、まあ、早速じゃあモンキー行きます。初当たり引いてるんですよね。で今日も1回も3万のゾーンを超えてないというところで、まあ、高設定の数字、これは懲罰チャレンジ確定ですね。強チェリーからの、特徴物資で懲罰チャレンジ確定です。ただ懲罰チャレンジ突入位置自体は奇数設定の方が優遇されています。ただ偶数設定でも 30% 以上は当選率があるので、強チェリーからですね、まあ、これで設定がどうなっていうのは分からないですけど、まあ、でも
今50ゲーム。
説明です。バカンス行ってほしい。入れば結構チャンスなんで。